ウェザーニュー。簡単。私も最初に研修の最初の内容がアプリをたくさん使いこなしてっていう研修があったんですよ。なんか私はその大学があるので研修と研修の間が空いちゃうじゃないですか。でお休みの日があってその大学があってじゃあ次の研修までにアプリの使い方をしっかり覚えてきてテストするからねって言われたんですよ。怖くないですか？使い方何をテストするんですかって聞いても教えてくださらなくて何をされるのかなって思ったら確か5分報告のやり方だった気がします。簡単でした、ね、簡単にできるので皆さんもぜひ5分天気報告お待ちしてますね。テスト、そうテストだらけこの間もテスト受けてきましたし、そう昨日多いか大変ですよね、うん。